自動車中古車アメリカが衆国ハワイ州マウイ島の中古車転進車と並行して中古車も販売しているディーラー日本の新車ディーラー手前に中古車も展示されているのが見える中古車は中古の自動車オートバイや自転車のこと一度所有された自動車オートバイ自転車などでカーディーラー中古車専門販売店レンタカー会社リース会社オークションまたは 個人間で売買される。中古車は自動車や自転車とされ、確かに厳密に言えば中古の自転車も含むが、この記事では自動車などを主に解説する。中古車は基本的には消費者や企業、組織によってすでに所有された、再び売りに出される車を指す。所有登録だけがなされ全く使用していない車両を、俗に言う新古車も 区分上では、中古車に分類されている。車齢の若い車は、何年式という場合の数字が大きいことから、高年式と呼び、製造から年数が長く経っている古い車は、定年式と呼ぶ。新車を販売するブランドが、独自の評価基準を定め、整備や部品交換を行い、ブランドとしての品質を保証した、認定中古車というシステムがあり、 多くは新車を取り扱う販売店の敷地内や近隣で販売している。その他、座る認定中古車のように認定中古車という名前でシステムを展開している。1898年、アメリカ合衆国ニューヨーク州、キャッツキルのエンパイアステートモーターワゴン車が世界最初の中古自動車販売所だったとされる。アメリカ合衆国では、中古車市場は、 年間約3700億ドルの規模があり、全米の自動車販売の約半分の規模があり、また小売部門の中で最大の部門となっている。2005年には4400万台の中古自動車が販売され、台数では新車販売1700万台の倍以上となっている。アメリカ合衆国の連邦取引委員会は消費者が中古車を購入する場合は、 あらかじめ中古車販売業者の評判をよく確認することを進めている。車歴報告書アメリカでは2006年時点で34%の消費者が中古車購入前にその中古車の履歴がわかる車歴報告書を手に入れている。これは各州の運輸局が車体番号を元に発行している報告書であり、当該者に関して過去に どのような保険金が支払われたかどうか、過去の交通事故歴といったことも記載されている。また、過去の所有者の変更、変歴、それに伴いオドメータの数字がどのように変化してきたかも記載されているものである。ここには合わせて、EN、レモンローレモン法と呼ばれる法規、オドメータの改ざん、自動車のリコールなどについても説明がされている。 新車を購入した所有者が次の車に買い替える際に、それまで乗っていた車をディーラーに下取りに出すか、中古車業者に売り渡す。業者が買い取った中古車は整備して自ら売るか、あるいは中古車業界のオークション市場に出される。販売や買い取り業者には、古物業法に基づく古物商の許可が必要になる。市場の変遷1960年代には、 中古車流通の仕組みが整っておらず、ディーラーが自社で販売しきれない下取り車は直接、あるいはブローカーを介するなどして独立系中古車、販売業者に流していた。独立系業者は、零細企業が多く、市場の主導権はディーラーが握っていたが、ディーラーは中古車部門にあまり力を注いでいなかった。九百六十年代から九百七十年代には、後楽園球場で、 中古車フェアが開催された。石橋昌二郎に可愛がられ、当時中古車販売店を経営していた、エビハラマサルの紹介によって実現したものである。この頃に中半年間東甲信越連絡協議会では、各中半年の会員の展示場に中半年のマーク入りの横断幕やのぼりを掲げて、この店は中半年の会員店であると、 会員でない専業者との違いを明確に色分けするものだった。1970年代にはオークション形式での業者間取引が各地で行われるようになり、1980年代には USS をはじめとするオークション業者による大規模な現車オークションやオークネットによる通信衛星を介したネットオークションなどが行われるようになる。 これにより大口での売却が常に可能となったため、1990年代には、カリバーインターナショナルに代表される、新業態、中古車買取専門店が各地に登場する。さらに、安定した仕入れも可能になったため、特定の車種だけを集めるなどの特徴を持った、独立系販売業者も増えることとなった。新車から中古車へ需要がシフトしたのが、追い風となり、 1990年代後半まで市場全体が大きく拡大。買取専門店チェーンなどが成長した一方、市場におけるディーラーの地位は相対的に低下した。1990年代後半以降は市場全体が頭打ちとなり、単価の安い定年式車への需要シフトも起こった。また、2000年にはトヨタ自動車が 買取専門店チェーン T アップを立ち上げ、日本最大級のネットワークを構築するなど、メーカーやディーラーも中古車に力を注いでいる。中古車の輸出輸出された日本の中古車初代モデル。本来は国内専用車。左ハンドルに改造された日本の中古車国内専用車のため、右ハンドルしか存在しないが、輸出先では右ハンドル登録不可のため、 左ハンドルに改造されている。輸出先の規制に対応するためカットされた、x d エラントラ前期、AE100G カローラツーリングワゴン、e、E24 キャラバン。後ろには同じく輸出用の H50 ハイエースのバックドアも、1980年代頃から日本で使われた中古車及び中古部品の輸出が多くなってきた。商用車の場合、日本語の企業、 学校名が入っていたまま輸出するケースも少なくない。当初は日本と同じ左側通行、右ハンドルの地域へ輸出する車が多かったが、1990年代から右側通行のロシア連邦やモンゴルなどへも右ハンドルのまま輸出するケースが出てきた。中には、ボリビア、チリなど南米を中心に輸出先の右ハンドル車の登録が認められない法規制に合わせ、 左ハンドルに改造されるケースも存在する。2005年頃からは急激な円安により、新車も正規代理店を通さないで現地により輸入される、いわゆる、並行輸入の車も増えており、英語では、クレイインポートカーもしくは、パラレルインポートカー等と呼ばれている。2006年以降、毎年約120万台程度が輸出されており、主な向け先は、バングラデシュ。 パキスタン、ニュージーランド、カザフスタン、タンザニア、ザンビア、コンゴ、ケニア、トリニダード・トバゴ、パラグアイ、ペルー、ボリビア、マレーシア、ミャンマー、タイ、オーストラリア、ドミニカ共和国、アイルランド、イギリス等。イギリス向けは、現地で販売されていない車両を好む、愛好家向けがある字になっている。日本の自動車盗難対策についての意識が緩い。 ことに目をつけた連中による盗難車の密輸でも増えてきたことから税関のチェックも厳しくなった。なお、輸出先によっては中古車のコンプリート状態での輸出が認められず、あえてモノコックを切断し、中古部品セットとして輸出する場合もある。2010年代頃から日本の中古車輸出企業、カーベ、ビーフォワード等がインターネット上に EC サイトを開設して、 海外のユーザーが直接サイトにアクセスして購入するスタイルが主流になりつつある。極東ロシアのハバルフスク、ウラジオストクなどに輸出されてきたが、政府が関税の引き上げに踏み切って以降、日本からの中古輸出が減少した。2017年1月からは、ロシア国内で販売するすべての車両に、ロシア版衛星測位システム、グラネスの端末搭載が義務付けられたため、 システムの後付けが必要となる中古車の競争力が相対的に低下した。バスにおける中古車日本のバス事業者では、鉄道と同じく地方のバス会社は、自動車 NOXPM 法の適用区域から廃車となった中古車を導入する例が多いが、その中には自動車 NOXPM 法の適用区域の会社なら、自動車 NOX PM 法の適用区域外の子会社に譲渡されるケースも多い。地方のバスでも遠州鉄道、淡路交通、市端バ,バス、伊予鉄、バス、西日本鉄道などのように会社の事情で中古車を導入しない会社も存在する。カナダのオンタリオ州では新車及び中古車の販売はオンタリオ自動車産業協議会によって規制されている。協議解設率の目的は 情報提供、不公正取引の防止、自動車及び販売行為の品質向上、維持、苦情取扱いなどによる消費者保護である。欧州連合では、欧州連合の規定に基づき12ヶ月有効の品質保障が義務化されている。オーストラリアのクイーンズランド州では、走行メーターが16万 km 以下で、かつ10年以内の製造であれば、3ヶ月、 または 5000km 以内の走行の保証が義務付けられている。走行メーターが16万 km 以上、または10年以上前の製造であれば、1ヶ月、または 1000km 以内の走行の保証が義務付けられている。ユーザーが車を中古車販売業者に売却する場合、まず査定士の資格を有する業者が車を査定し、査定額を算出する。 車種現在の自家用乗用車の一般的な傾向であるが、伝統的で実用性や日常での使い勝手にやや、乏しいクーペやノッチバックセダン、サンドアハッチバックのほか、後述する一部の SUV や大型ピックアップを除く国内メーカーによる海外生産車種は、査定が安く、逆に実用性や日常での使い勝手に、やや有利なミニバンやオフロード系 4WD、 ステーションワゴン、5ドアハッチバックなどのタイプは、査定が高い傾向にある。しかし近年では、ミニバン、ステーションワゴン、4WD 等の SUV や軽自動車を除く、コンパクト系ハッチバックも、市場では、飽和状態になりかけており、買い取り、販売価格ともに安定期から低迷期になりかけてもいる。一方、軽自動車は、税金や保険料などの維持費の安さから、 地方を中心に一定の中古市場があり値崩れしにくいことから、すぐ上の 1000cc クラスよりも交差点がつくことが少なくない。車両の使用者種によって多数のグレードがあり、グレードごとの差に主要装備はもちろん、排気量に差がある場合もあるので、査定額に大きく影響する。年式自動車構成取引協議会の定める。 自動車業における表示に関する公正競争規約上に取り決めがある。また、その規約は日本自動車査定協会及び日本中古自動車販売協会連合会の中古自動車査定基準に定める修復歴者の定義と同一である。修復歴者の取り扱いに関してオートオークション会場ごとで異なっていたため、平成14年より、 日本オートオークション協議会を中心に修復歴、判定基準を統一する方向に進んでいる。中古車販売業者にとって在庫を多く抱えるのはスペース的にも財政的にも簡単ではない。一方、購入予定者にとってもどの業者にどのタイプの車があるかわからなければ希望の中古車を探すのは困難である。 中古車販売業者における指標としては、オークションにおける相場情報や中古車の卸し、販売価格を網羅した情報誌、オートガイド自動車価格月報がある。一方、消費者にとって有益となるのが中古車情報誌や中古車情報検索用のウェブサイトである。インターネットの普及によって、これらの媒体に中古車情報が大量に提供されるようになった。 代表的な情報誌としては以下が挙げられる。これら情報誌のデータベースと連動したウェブサイトもそれぞれ用意されている。車選び .com やカーベ、シャウルのように情報誌を持たない中古車情報のインターネット専門サイトもある。インターネット専門サイト一覧。 車選び .com https://www.kurumaerabi.com スラッシュカーベ h t t p s c a r v i e w y a h o o c o j p スラッシュモタ中古車 https://wenutoc-one.jp スラッシュ u ーズドスラッシュ 車のニュース h t t p s コロンスラッシュスラッシュ kuruma-news.jp スラッシュ usedcar まだ中古車情報サイトには中古車販売業者が開設しているものも存在する中古車市場はレモン市場だという問題は九百七十年にアメリカの理論経済学者ジョージアカロフによって指摘され始めその後も 幾人もの経済学者によって研究されている問題である。中古車市場では売り手は取引する商品の品質をよく知っているが、買い手はそれを購入するまでその品質をよく知ることはできないため、結果として購入した中古車は英語の俗称でレモンレモンと表現されるものつまり故障しやすい素悪者が多くなってしまうという市場メカニズムが働くという問題。 発展途上国への輸出中古車は価格が安いため欧州連合加盟国やアメリカ合衆国、日本といった先進国からアフリカ諸国など所得水準が低い発展途上国へ大量に輸出されている。国連環境計画は途上国での自動車台数は今後も増え続けるが中古車は技術が進歩した新車に比べハイガスや二酸化炭素を多く出すため 大気汚染や地球温暖化といった環境問題を引き起こしやすいことが指摘されている。日本日本では自動車においては環境負荷の低減方策については修理などによる長期的な使用よりも新車への置き換えが政策的に進められている。この一環である NOX 規制によって関東地方や関西地方などでは 古い自動車の変更登録ができなくなりつつある。ところが、同様の規制が他の地方では行われていない。あるいは、規制対象外の地方にだけ大型車両の中古車販売市場があるという問題がある。日本の地方のバス会社では、経営が苦しいために新車の購入がままならず、20年以上も使い続けているバス会社も多いために、大都市で10年程度使用した。 規制不適合の中古バスを譲り受けて入れ替える場合が多い。規制対象となるのはトラックやバン、バス、ディーゼルエンジン等最乗用車であり、また2005年に石原慎太郎東京都知事が規制対象のディーゼル車を地方で再利用しているのは郊外問題も地方に移転しているようなものだと問題点を指摘し、都営バスのように地方バス会社への中古車売却を認めなくなった。 ケースも出た。このため、中古バス市場で車両価格が急騰し、それまで老朽化した旧型車両を整備状態の良いと A バスの中古車を購入し、置き換え続けることで苦しい経営を続けてきた地方の一般路線バス事業者は中古車両の購入が困難になった。石原都知事の辞任後、東京都議会の平成25年予算特別委員会で、 今後廃車する車両がすべて排出ガス規制に適合することから基本的に中古車両として売却し有効活用を図るとしている。出店デジタル大事前年式が相当古い中古車は一部の人たちから大古車と称されることもある。フラマング・ジェームズ、100イヤーズ・オブ・ザ・アメリカン・ウォート・キュー・プリンス販売に入社し、 日産プリンス自動車販売営業社員をしていたが、退職後も石橋正二郎に可愛がられていた。A ピラーあたりで切断するハーフカット、フロントオーバーハングを切り取るノーズカットの2タイプがある。ロシア、新安全規制で、日本製、狙い撃ちか中古車輸入で混乱広がる。3K ビーズ、2018年11月23日、閲覧。例、東急バス上鉄。 京成バス関東鉄道、西武バス伊豆箱根バス、大見鉄道、名鉄バス岐阜乗り合い自動車、北陸鉄道、宮城交通など、近鉄バス奈良交通、名工バス、傍聴交通、南海バス、和歌山バス、南海林間バス、熊野五棒南海バス、京阪バス京阪京都交通など逆に、遠鉄バスの車両が他社に譲渡される場合もある市畑電機、 鉄道直営時代だった1990年代初頭まで、三井伊す自動車というディーラーを、伊す自動車との共同出資で持っていたためである。その後、伊す自動車側に持ち株を売却し、数々の合併を経て、伊す自動車中国四国となった。伊予鉄グループとして、愛媛日野自動車を傘下に持つため、傘下に西日本車体工業を有していたことから、 2000年代以降の国内メーカーによる海外生産車種の例、トヨタプロナード、トヨタボルツ、トヨタアベンシス、日産、デュアリス、日産、マーチ、日産、ラキオ、ホンダフィットアリア、三菱、トライトン、三菱、ミラージュ、スズキスプラッシュ、スズキ SX4S クロス、スズキエスクード、スズキバレーノなど例えば社外品のアルミホイールに交換し、インチアップされた、 スポーツカーがあったとして、それが、スポーツカーの需要層に、人気のデザインなら、売りやすくなるイコール査定額が上がり、逆に、VIP カーが履くようなホイールだった場合、売りにくくなるイコール査定額が下がるといった変化がある、可能性もあるだろう。不正防止策を、逆手中古車のメーター巻き戻しに、新手口朝日新聞2014年12月9日、中古テスラに、 搭載の自動運転オプション、オタアップデートで削除。世界平データ、中古車、輸出先で、環境汚染、日米欧から4割アフリカへ、日経産業新聞2020年12月21日、平成25年予算特別委員会即記録第4号、速報版、原田大。ありがとうございます。